大野さん、このゲームで僕が勝ったら映画を見に行こう。トイレの花子さんか耳を澄ませば。なんだその二択。くそい、くそい、この絶妙な距離が難しい。ねえ大野さん、最近矢口くんと顔合わせてる？もろに顔面いったな、おい。今のが一人だったら恥ずかしくて大惨事になってたぞ。でもドジった時もチャームだな大野さんは。何言ってんのよ宮尾くん、鼻とか歯が折れてたらどうするの？じゃあ本当に大丈夫か大野さんって。